女性の不眠症の特徴について教えてください。はい、こんにちは、睡眠専門医の厚美です。今回の動画では女性の不眠症の特徴3選というお話をしていきたいと思います。僕が大阪で経営している上島医院では、厚美というですね、アラフィフのおっさんが YouTube なんかをね、配信してたりするんで、厚美というおっさんが経営する男向けのクリニックなんちゃうかっていうね、そういうイメージを持ってらっしゃる方っていうのは時々おられたりするんですけど、実際はですね、お医者さんも女医さんが圧倒的に多いですし、看護師さんも、いわゆる事務のスタッフなんかも圧倒的に女性の方が多いっていうね、女性優位のクリニックだったりするんですよね。なので、メンタル疾患で受診される方も、睡眠の問題で受診される方も、いわゆる一般的なクリニックに比べると女性患者さんの割合が多いというところがあったりして、眠れないというような訴えの方も非常に女性の方が多いという特徴を持ってたりします。なので今回は眠れない不眠症の中でも特に女性の不眠症に特化して、その特徴と対策についてお話をしていきたいと思います。では行きましょう。で、今回お話しする女性の不眠症のテーマというのはこの3つです。1つ目が 1.4 倍、2つ目が大波小波、そして3つ目が落とし穴というタイトルでお話をしていきたいと思います。この3つの話について、あ、そういうことかというふうに理解していただいたら、あ、なるほどな、女性の不眠症の特徴ってそういうことなのか、こんな風に考えてみたらいいかなっていうことが分かりやすくなると思うので、ここから先の話もぜひ聞いてくださいね。で、まず一つ目が 1.4 倍というお話です。これどういう意味かって、大体ね、こちらについては皆さんも想像ついてるんじゃないかと思うんですけど、男性に比べて女性の方が不眠症になりやすさというのが 1.4 倍多いという話です。まあ、つまりですね、あなたのご主人とか彼氏に比べてあなたが眠れなくなってしまうというのは、それほどおかしなことではないということなんですよね。女性は男性よりも眠れなくなりやすいんですね。で、これを見てるとですね、あ、じゃあ女性っていうのは男性に比べて睡眠の質が悪かったり長く眠れないんじゃないかというふうに考える方が多いんじゃないかと思うんですけど、実はこれは正反対というふうに言われています。脳波なんかをつけて睡眠の長さとか質を測ると、実際には男性に比べて女性の方が睡眠の取れてる時間っていうのも長いですし、睡眠の深さそのものもより深く眠れてる、で途中で目が覚める回数も少ないということが、統計データなんかを取ってみるとある程度分かっていたりします。つまり客観的には女性の方が深く長く眠れているにもかかわらず、男性に比べて不眠というふうになる確率が高いというね、ちょっと矛盾したような結果になってるんですよね。で、ある意味このことはそんなにおかしなことでもなくって、不眠症というふうなものの定義というのは、睡眠時間が客観的に長いとか短いでもないし、検査の結果で睡眠が浅いとか深いで測れるものでもないっていうことが分かっていて、不眠症というふうなものであるかどうかを決定しているというのは、実際には患者さん本人が眠れないというような感覚を持つか持たないかによって決まってくるし、そのことによって起きている時、日中に苦痛を感じるか感じないかによって決まってくるというふうな、そういう定義がなされているんですよね。つまり検査の結果や客観的な睡眠時間が長い短い浅い深いというふうなことでは不眠症というものは測れなくって、女性は客観的な検査では長く眠れていたり深く眠れていたりするように見えるんだけども、患者さん自身が感じる感覚としてはより眠れないというふうに感じてしまいやすいし、そのことによって起きている時に苦しいというふうにも感じやすい、そのことが実は女性の不眠症のリスクというものを上げているんじゃないかというふうに考えられるわけですよね。客観的な検査所見と感じ方の差というのが女性の不眠症を引き上げているんじゃないかというふうに考えられているわけです。厚見正彦の動画で2つ目、それが大波小波、女性ホルモンの話ですね。で、僕たちが睡眠を毎日安定的にぐっすり眠ろうと思うと、実はコツというのがありまして、なるべく昨日と今日、今日と明日であまりね、生活の内容が大きく変わらないように、日々同じような平凡な生活を送っていってる方が深く眠れやすいよっ
ていうようなね、そういうあのコツっていうのが実はあったりするんですよね。まあ、これ当たり前で、毎日のように生活環境とかやるべきこととかっていうのが変わってしまうとですね、毎日が試験前とかですね、毎日が旅行の前みたいになっちゃって、その環境の変化に対応するために、僕たちの体の中の交感神経というのが、もう寝てる場合じゃないぞ、準備しろっていうふうに命令を与えて、覚醒レベルを上げてしまって、で結果的には不眠になりやすくなるっていうふうなことが起こってしまうので、なるべく毎日同じように生活している方が毎日ぐっすり眠れるというふうな特徴があったりするわけですけども、実はですね、女性というのは女性ホルモンの変化によって、毎日ずっと同じような体の状態とか環境の状態っていうふうなものを作っていくっていうのが非常に難しくなってたりします。女性ホルモンには2種類あって、一つがエストロゲン、卵胞ホルモンというホルモンで、もう一つがプロゲステロン、黄体ホルモンというホルモンなんですけども、このエストロゲンとプロゲステロンという女性ホルモンが、女性の一生を通じて大きくも変化しますし、毎月のように変化するっていうですね、こういう大きな波と小さな波を繰り返している。なので、このホルモンの変化がありすぎることによって、女性の体内の環境っていうものがむちゃくちゃ変わってしまって、毎日同じように生活するということがホルモン的に難しくなってしまうので、不眠になりやすくなるんじゃないかというような考え方も成り立つわけですよね。具体的に見ていくと、大波の方というのは、女性ホルモン全体が一生を通じて大きく変化するという波のことを言っています。思春期ぐらいになるまでは、まあ、男の子も女の子もね、まあ、大してホルモンの状態っていうのが変わるわけではないんですけども、思春期ぐらいになって、いわゆる第二次成長の時期になると、妊娠できる体に変わっていくという準備をするために、一挙に女性ホルモンというのがガーンと増えてきます。でこの時に女性というのは非常にホルモンの変化によって敏感になりやすくなったりとかして、メンタル疾患にもなりやすいですし、この時期に不眠になってくるという方も増えてくるわけですよね。なので、思春期時期に女性ホルモンが増えてくる時に、まず不眠になりやすくなるという特徴を持ってたりします。でこの後しばらく妊娠可能な年齢というのが続くと、大きな波というのはそれほど女性ホルモンにはないということが言えるわけですけれども、だいたい妊娠可能な年齢を過ぎてきて、更年期ぐらいになってくると、あ、もう妊娠する必要はないからといって、女性ホルモンがガンと減ってくるわけですよね。更年期を迎えられているような女性では、だいたい想像がつくんじゃないかと思うんですけれども、非常に多くの体の不調っていうものが起こってきますよね。ドキドキしたりとか、汗をかきやすくなったりとか、妙に不安になったりとか、鬱っぽくなったりとか、これってですね、それまで女性ホルモンによって守られていた体から、この守り神である女性ホルモンが一挙になくなっていくっていうふうなことの現れでもあったりとかして、この時期にはいわゆる動悸とか汗をかきやすくなるといったような変化だけではなくって、一挙に睡眠の質も低下していくっていうことが起こってしまったりするということも分かってたりします。更年期を迎えるまでの時期は、女性ホルモンによって守られていたので、女性の方が男性に比べると圧倒的に睡眠の質が良くて、長く眠れて深く眠れてたわけですけれども、更年期ぐらいになると、一挙に女性ホルモンを失って、急激に睡眠の質が低下していくので、低下した後でも実は男に比べるとまだ睡眠の質としてはマシなことも多いんですけれども、この一挙になくなって悪化していくっていう落差によって、突然私の睡眠は悪くなってしまった、なので眠れないという感覚を強く感じて、昼間も苦痛を感じやすくて、不眠症というものが更年期ぐらいの時期になると増えてくるという考え方が成り立つわけですよね。思春期の時期にも不眠になるし、更年期の時期にも不眠になるという、大きなホルモンによる不眠の波というのが女性の人生の中では存在しています。でもう一つですね、小波っていうのもありますよね。毎月の月経、いわゆる生理っていうやつですよね。妊娠が可能な時期というのは、人間の女性というのは月に1回来ますよね。
この妊娠可能な状態を作るというのが実はこの女性ホルモンの大きな役割だったりするので、月に1回エストロゲンというホルモンが増えて卵巣の中で卵が育ってくるという出来事が起こり、その卵が育ったらポンと排卵というのが起こって、今度はその卵がですね、受精して赤ちゃんを育てていくっていう風な状態を維持できるようにするためにプロゲステロンという黄体ホルモンというやつが出て、この卵を守れるように子宮の中の環境を整える。で、この子宮の中の環境をしばらく整えてるんだけど、あれ今月はもう妊娠の機会がないわという風になると、子宮の中身ごと卵を捨ててしまうっていうのが月経生理なわけですよね。子宮の壁ごと卵を捨ててしまおうというふうに決めているのは実はこのホルモンで、このホルモンがガバッと体の中からなくなっていくということによって、あ、エストロゲンもプロゲステロンもなくなったので、この卵は子宮ごと捨ててしまえばいいんだというような体の変化が起こってくるわけですけれども、その時にちょうど更年期に起こるような出来事というのが女性の体には起こってくるわけですよね。女性ホルモンが一挙に失われて、更年期に起こりがちなイライラしたり鬱っぽくなったり、まあ、変にですね汗っかきみたいな状態になったりっていうふうなことが起こり、その時に睡眠に関しても眠れなくなるという経験をする方が非常に多くなってくるわけです。で、この女性ホルモンが毎月1回失われていくといういわゆる生理の直前 1,2 週間ぐらいにとても体調が悪くなる方のことを月経前不快気分障害というふうに表現したりもしますよね。で、その症状の一つとしても不眠というふうなものが起こりやすいので、実際にはですね、人生の中での大きなホルモンの波以外にも毎月1回ですね、このホルモンによる不眠の波を経験してしまうという方がおられるわけです。まあ、つまりですね、こういう大波と小波というふうなことによって不眠になるというふうなことを女性というのは毎月一生の中で経験するので、男性に比べると非常に眠れないという感覚を持ちやすいんだということが分かっていたりします。まあ、ちなみにね、この月経前不快気分障害で不眠を伴う方というのは実際には7割にも上るということが分かっていて、まあ、多くのですね月経前不快気分障害の方というのはこの不眠にも同時に悩まされているということも報告されていたりするので、まあ、こういうことでね困っていらっしゃる方の場合には婦人科だけでなんとかならないようであれば、睡眠の専門医であったりとか精神科の専門医であったりとかにご相談していただくのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。初見雅彦の動画で3つ目、それが落とし穴というお話ですね。これまでですね、女性というのは睡眠の質とか睡眠の長さが長かったり深かったりするにもかかわらず眠れないという不眠症にはなりやすいし、でそれは主にはホルモンの影響によって起こる女性ならではの問題なんだよっていうお話をしてきました。なので、ある程度女性であるということから不眠が起こるということは仕方がないのかなというふうに、まあ、僕たちもね、皆様も考えやすくなってしまうかもしれませんが、実際にはそんなふうに諦めてしまう手前でね、ちょっと女性の不眠に関しては落とし穴というのもあるので、ここにはしっかり気をつけておいた方がいいですよということも触れておきたいと思います。それがこの3つですね。1つ目が無呼吸、2つ目がムズムズ足、そして3つ目が精神疾患ですよね。無呼吸というとですね、いかにもこう太った男性の病気という印象を持っていらっしゃる方が多いんじゃないかと思います。女性の私にはあんまり睡眠時無呼吸とか関係ないんじゃないかなというふうな感覚になっていらっしゃる方も多いかもしれないんですけども、それは半分正解で半分間違いです。確かに男性に比べて女性というのは睡眠時無呼吸症候群にはなりにくいです。だいたい男性に比べたら女性は半分ぐらいしか睡眠時無呼吸症候群の患者さんはいないということが報告されているんですけども、ただですね、気にしとかないといけないのは、実際に睡眠外来に来られている睡眠時無呼吸症候群の患者さんの割合で見てみると、男性に比べて女性というのは9分の1ぐらいしか治療の土台に乗ってないというような報告がされているんですよね。つまりほとんどの女性の睡眠時無呼吸症候群というのは
無視されて見逃されてしまってるっていうふうなことが起こってたりします。で、男性の睡眠時無呼吸症候群というのももちろん不眠、眠れないという感覚の原因にはなるんですけれども、多くの方は熟睡感がないとか昼間眠いといったような、まあ、いわゆる眠れませんという感覚になる方というのは少数派なんですよね。で、それに比べて女性というのは昼間眠いとか熟睡感がないといったような感覚になる方ももちろん多いんですけれども、結構眠れません、途中で目が覚めます、寝つけませんといったような不眠というような感覚によって睡眠時無呼吸症候群の症状を感じる方も多いのではないかというふうに報告されたりするので、まさかこの眠れないとか途中で目が覚めているというような、自分自身の困りごとが睡眠時無呼吸によって起こっているというふうには思えなくて、ついつい睡眠時無呼吸症候群の可能性を除外してしまっているという方も少なからずおられる可能性が高いので、女性だからといって睡眠時無呼吸症候群はないというふうに決めつけてしまわずにですね、もしね、きちんと眠れないとかよく目が覚めるといったようなタイプの不眠があった場合には、ぜひね、周りの方に聞いていただいて、いびきかいて苦しそうに寝てないかとかですね、自分自身で言えばやたらとトイレに目が覚めるとか、起きたら口がカラカラになっているといったような睡眠時無呼吸症候群らしい自覚症状がないかどうかということもチェックしていただいて、疑いがあるようであればぜひね、睡眠専門医をお尋ねいただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つがね、ムズムズ足症候群です。まあ、これね、最近は割と有名になってきたので聞き漏らしてしまうということも減ってきてはいると思うんですけれども、眠れないというような訴えをされる方の中に、実はちゃんと眠れない理由があって、その眠れない理由っていうのが夜になるともう足が気持ち悪くて気持ち悪くて動いてないと仕方がなくって眠れないというようなムズムズ足症候群による不眠というものを経験されている方というのも結構おられたりするんですよね。で、これってきちんとお医者さんから聞いてもらえないと、結構聞き落とし、気漏らしっていうふうなものが頻繁に起こる内容だったりするということと、あとですね、このことも大事なんですけども、女性は男性に比べてムズムズ足症候群の患者さんというのが 1.5 倍から2倍多いということが分かっています。これ先ほどのね、月経の話と実はつながっていて、月経で出血をすることによって体から鉄が失われて、この鉄が失われることによってムズムズ足症候群というものになりやすくなるので、月経を毎月経験する女性の方が男性に比べてムズムズ足が多いということが原因になっていることが多かったりするんですけども、多いにもかかわらず割と眠れないことの原因がムズムズ足症候群ということはないですかというふうに診察場面では聞いてもらえないことっていうのも結構あったりするので、もしですね、動画をご覧になっていらっしゃる方で自分の不眠が実は足が気持ち悪かったんだということに今思い当たっていただいた方の場合には、ぜひね、主治医の先生に本当は足が気持ち悪くて眠れないっていうふうなことがあったのかもしれませんということをね、一言言っていただけると治療の中身というふうなものが全く変わるというふうなことがあったりするので、ぜひそこについてもね、検討していただけるといいのではないかなというふうに思います。で、3つ目の落とし穴が精神疾患です。まあ、精神疾患の中には男性と女性の比率が、男性のものが多いもの、男性と女性で差がないものがあったりはするんですけれども、特にうつ病に関しては男性に比べると女性の方が多いということが分かっています。で、うつ病というのは非常に不眠と相性が良いというか悪いというか、不眠症というものがうつ病にひっついてきやすいんですよね。なので眠れませんというふうに訴えていらっしゃる方の中で、実はすでにうつ病も合併していらっしゃるという方が少なからずおられたりしますし、以前にうつ病にかかってたんだけれども、最近はうつの症状そのものは良くなってきて今は不眠だけですというふうになってらっしゃる方も、実は不眠があるということ自体がうつ病の再発の非常に大きなリスクになるということも分かってたりするので、不眠があったらうつを、うつの経験があれば不
眠を常に頭には入れておかないといけないっていうふうなことがあったりするわけですが、女性は特に男性に比べてうつ病のリスクが高いので、不眠の女性を見たら念のためにうつ病というふうなものがひっついてないかどうかということもね、まあ、我々精神科医というのは頭に置きながらお話していく必要もありますし、もしね今不眠があってかかってらっしゃる方で、実は自分にはそういううつの側面がないだろうかということをこっそり心の中で感じてらっしゃる方があった場合には、ぜひねそのことも踏まえて主治医の先生にご相談いただくのが良いのではないかなというふうに思います。初見雅彦の動画、実際の女性の不眠症の対策なんですけれども、これは実は今お話しした順番を下から遡っていくというのが正しいやり方です。つまり落とし穴から順番に見ていくということですよね。女性だから不眠になるのは仕方がないというふうに諦めてしまう前に、例えば睡眠時無呼吸症候群だったり、ムズムズ症候群だったり、不眠にひっついているうつ病などのような落とし穴がそこにはポコンと開いていて、その落とし穴をきちんとケアしてあげるというふうなことをしてあげることによって、睡眠薬なんかで治療するということ以上に眠れないというような苦しみが軽減する場合というのが非常に高い割合であったりするので、まずは女性の不眠を見た場合には、女だから仕方がないというふうに考えるよりも落とし穴にはまってないかどうかというところからチェックしていって、そこにまずケアの焦点を当ててあげるということが大事だということになるわけですね。で、一つ遡って女性の不眠症の対策の2番目というのがこの大波小波です。ただでさえですね、女性の方というのは毎月の小波、人生を通した大波というホルモンの波にさらされ続けて不眠になりやすくなるというふうな特徴を持っていらっしゃるわけですから、なるべくね日々の生活リズムは整えておかれるということを心がけられるというのがとっても大事になります。で、いろんなね生活の整え方っていうのはあると思うんですけれども、僕が多くの方にお勧めしているのは、一日の何気なくやっている習慣というふうなものをきちんと時間を決めて毎日ルーチン化してこなしていけるようにしてみませんかということを提案していたりしますね。で、どんな習慣をスケジュール化しても構わないわけですけれども、何も思いつかないわっていうふうな方であれば、この5つのポイントをスケジュール化してみられるっていうことを試してみられるのがいいのではないかなと思います。1つ目が起床時間、2つ目が外出する時間、3つ目が他人と交流する時間で、4つ目が夕食の時間、5つ目が夜寝る時間、就寝時間ですよね。で、これどういうものかというと、実はこれ双極性障害、躁うつ病の方の社会リズム療法というふうなものを応用したやり方ですね。双極性障害の方というのは実際にはですね、気分がすごく上がったり下がったりするというふうなことで困っている方が多いんですけども、気分の上がり下がりと一緒に生活リズムがめちゃくちゃ乱れて、で睡眠に関してもまともに眠れないし起きれないっていうふうなリズムになってしまう方っていうのは少なからずおられるんですよね。で、そういった方を治療していくときに、この5つですね、起床、外出、交流、夕食、就寝という時間を記録して一定化するということができないかどうかやってみませんかというのが社会リズム療法という治療法なんですが、ついつい生活が乱れたりとか睡眠が乱れがちになってしまうような方の場合には、この治療法というものをできる範囲で構わないので応用していただいて、まあ、例えばね朝起きるとか人と会う時間というのはなかなか一定ができないわっていう方であれば、夕食の時間だけでも毎日7時とか8時とかっていうものに決めておいてみようかなっていうふうにするだけで、それを軸にして睡眠と覚醒のリズム自体がバランスを取りやすくなったりとかするので、まあ、なるべくですね、全てをスケジュール化しなくても構わないんだけれども、この5つのスケジュールの中で1つか2つでも構わないので、ルーチン化していくことによって日々の生活の変化、環境の変化というものが大きくなりすぎないようにする。ただでさえホルモンの波によって睡眠が乱れやすくなるので、せめて生活のスケジュールだけでも一定化することによって波を一定化させ安定化させようということは、ぜひですね心がけてみられても良いのではないかなというふうに思いますね。
でですね、こういうね、生活の習慣を整えたりとか、睡眠のバランスを整えたりするっていうふうなことには結構テクニックがあったりするので、僕すでにですね、睡眠薬を飲む前に試みてみていただきたい22の習慣というような動画も撮ってたりするので、そちらの方もね、もしよろしければ参考になさってくださいね。最後のお話ですね。女性の不眠症に対する対策、まあ、心構えと言ってもいいのかもしれませんね。この 1.4 倍というところを使いながら振り返っていきたいと思います。これ何かというと、人間の睡眠というのは年齢によって変化してしまうよっていうお話なんですよね。ただでさえですね、僕たちって年齢が上がっていくに従って夜に長く眠るということもできなくなってきますし、連続してね、長い時間眠るということも難しくなってきたりします。つまり年齢とともに睡眠の質は低下していくわけですよね。男性でもこの年齢とともに質が低下していくということは頻繁に起こるわけですけれども、女性の場合にはこの落差というものが非常に急激に更年期時期にやってくるので、この急激にやってくる時期というふうなことに対応するのが難しくて、で結果的には不眠を感じやすくなっているというふうなことが起こってたりします。この更年期の時期にいわゆる睡眠専門医にかかっていただいて、場合によっては睡眠薬なんかを使いながら不眠症の治療をしていくということ自体はね、決して良くないことでもないですし、 あまりねその状態が苦しいということであれば、そのこと自体がうつ病のリスクにもなったりする場合も少なからずあったりするので、あまり無理をしてね、我慢しすぎずにぜひね、睡眠の専門医を訪ねていただいて助けを求めていただくと良いのではないかなというふうにも思います。ただ反対にですね、女性の方にぜひ知っておいていただいた方がいいことというのが、実際にはこのホルモンが体から失われていくというギャップによってものすごく眠りにくい状態っていうふうなものに陥ってしまっているということは理解していただいた上で、それでも客観的にはまずまず男に比べればまともに寝れている方も少なからずおられるということも知っていただいてですね、何が何でもぐっすり寝ないといけないっていうね、あまり完璧主義的なところを狙いすぎてしまうと、今度は治療がやりすぎになってしまったりとか、逆に自分自身をもっと寝ないといけない、もっと寝ないといけないっていうふうに追い込んでしまったりという結果になりがちだったりするので、実際には割と眠れてるっていうことを頭のこの辺にね、引っ掛けておいていただいて、まあそれなりの睡眠で妥協しておこうというふうなこともですね、ぜひ知っておいていただくと、妥協するというふうな心構えというのが実は不眠症を治していくときには結構大事な考え方であったりするので、こういうね、まあそれなりに眠れてるかもねっていうような、まあ、なんとなくの感覚というのもぜひ女性の方というのは持っておいていただけると、あまり不眠症でしんどいっていう風な状態に追い込まれすぎずに済むのではないかと思うので、こういったこともね、記憶していただけると良いのではないかなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回は女性の不眠症の特徴を3つお話しして、それぞれの対策とか心構えについて解説していきました。もし動画が参考になったと感じていただければ、ぜひ高評価ボタンをよろしくお願いいたします。まだチャンネル登録されていらっしゃらない方はぜひね、チャンネル登録ボタンもよろしくお願いいたします。ではでは、じゃあねー。